せていただくショートバージョンには、能や舞妓をイメージした振りであったり祇園子歌が入っている、京都らしい、曲になっています。100人の統一感と個性あふれる、一体感のある演舞にぜひご期待ください。そでふれも多少ね、京炎そでふれ、かわいい。
最高の笑顔でレイ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。京炎そでふれ普及チームの皆さんでした。100人がステージに上るとさすがに圧巻ですね。